ありがとうございます。おはよ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 うございます。今生活の中でどのぐらいサッカーのこと考えてます？クラブハウスにいる時だけなんで。あ、その他はあんまり考えずに。はい、その他はもう自由気ままにやってるんで。そうそう、今来て帰るまで4時間ぐらいかな。なんで4時間ぐらいしか考えてないですね、今は。公園でベンチに座って遠くのブランコが揺れるのを、ああはいはいはい、その、はい、視野とか遠くのものをはっきり確認するためのトレーニングを子どもの頃からまあそれはサッカーのためにやっていたという、それはそのやっぱり日常生活からサッカー上手くなろうと思ってやってたことですよね。まあそうですね、まあ、この辺で、まあ、こう見れば、まあ、ここにブランコがあってこう見れば何番目が動くって多分誰でも分かると思うんですけど、僕は桜井さんの方を見てて、この辺で揺れたなって思ってても、その、まあ、5つブランコがあって、じゃあ左から何番目が動いたっていうところまでは多分見てないと思うんですけど、そういうのを見るようにしました、はい、意識的に。それ何歳ぐらいからですか？いや僕も小学校ですねの時ぐらいからそういう、まあ、訓練じゃないですけど、こう楽しみながら、今あいつちょっと動いたなとか、あの木揺れてんなとか、この辺で、あれ読んだ時にこれはちょっともうすぐにでも公園行きたいって気持ち。僕も未だにね、あの車の、あの、あ、道をね横切る時に、首振るでしょ、あれもできるだけあの気持ちが中田秀の首の振り方、ね、首の振り方でコロコロ、はい、一時すごいコロコロ出たみたいな、はい、ありましたね、コロコロブーム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 、はい、ありましたね。あれはどのポイントまで、はい、で決断するんですか、あれ。いやもうこボールのここまでです。ここまで、ここに足がつくまで、はい、つくまでです。つくまでが勝負ですね。だからあれでしょ、公園のブラン、揺れるブランコが訓練となって、まあ、ボールは見てないですからね。やっぱキーパーの足首あたりを見てるんで、あとはもうボール足の角度ではもうこっちにするかこっちにするかだけなんで、もう要はもう本当ギリギリまで見れるかどうかですね。はい、ゆっくりでも入りますからね、逆取れば。はい、もう蹴った瞬間に入るって分かるんで、楽しいですね、はい。あ、でもそれはどんなにその遠藤さんが蹴るからコロコロで来るぞって思ってるキーパーでも、はい、やっぱ動いちゃう、動きます。もう動かなかったらちょっと強いボールでサイドに蹴ればもうほぼ入るので、あ、はい、動かなければ。だから動かない方が蹴りやすい場合もあります。こいつ動かないと思ったら逆にもうコロコロやめてサッと蹴っちゃう、はい、もうこの辺で動かないなと思ったらもうパーンって蹴るんでハーフタイムの、ああ、はいはいはい、あれは実際やってるんですか？あれは必ずやってます。今度我々もやってみましょう。シャワープレープレー変わるかもしれないでもシャワー浴びながら何かを考えてる。いやもう前半良かろうが悪かろうがもう一回そこで、あ、リセットする、リセットして、あ、なるほど、はい、でも後半は後半で全部買います。はい、シャツから何から、シャツからスパイクから、スパイクも、スパイクも買う、はい、スパイクも前半後半、僕アップ前半後半で3つ履くんで、はい、全部変えてますね。ドイツとか多かったですよ、スパイク。何足買ったかな、10何足持ってきましたよ。あのバッグ、でっかいバッグにシューズだけ入れてお願いしますっつって。長さの違うのもやっぱりあるんですよね、きっとね。そうそう、あの長さ、僕は長い方が、ちょっと長い方が好きなんで長くしてもらったりとか、僕軽いスパイクダメなんで、現在と真逆、今もうどんどん軽くなっていってるんですけど、僕は軽いのはダメなんでちょっと重くしてもらったりとか、はい、いろいろやってますね、はい。そういうの聞くとまたちょっとサッカーショップ行きたくなりますね。なんかね、選手は行かないですもんね、サッカーショップね。まあそうですね、めったに行かないですね。僕らしょっちゅう行ってますからね。これ買ったらちょっと上手くなるんじゃないかなと思うと。でもかっこいいの多いですよね、今スパイクとかでも。多いんです。なんかこのスパイクかっこいいなって僕思いますもん、やっぱり他のメーカーさんとかでも。はい。
試合前とか聴きます、はい、音楽とか全然聴きますよ、はい、どういうのもう何でも聴きますね僕、はい、J-POP もそうですし、あの海外の方にも聴きますし、韓国の方にも聴きますし、全般的に聴きますね、はい、オフの3週間、はい、ボールをまるっきり蹴ってないって、はい、でも今年というか去年の暮れから7週間休みあったんですけど、はい、7週間蹴らなかったですね、まあ、自主トレとかするのが普通なんですけど、まあ、休みだからいっかみたいな年齢とともに休むことの大切さみたいな、はい、いやなんか年齢を重ねるごとにしっかりと練習入る前に体を作っておこうっていうタイプの人が多いと思うんですけど、まあ、カズさんとかそうですし、で僕はもうまだまだ休みたいって自分がこうサッカーのこういうところが面白いんだよって人にもしサッカー知らない人に質問としたら、はい、どうすかね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、ゴールは一人で決めてないっていうところを見てほしいですね。あ、まあ、シュートを打つのは最後は一人なんですけど、うん、まあ、11人の王様がいるのもいいと思いますし、うん、11人の家来がいるっていうのもいいとは思いますけど、うん、まあ、でも基本ボール持ってる選手は、まあ、王様でいいと思います、うん、まあ、その選手が全部決めちゃうので、ただその周りに王様を助けるために、自分を犠牲にしているっていうところを分かってもらえれば、うん、まあ、ちょっと嬉しいかな、うん、ボランチが楽しいぜと思い出したのってのはどの時期ぐらいからなんですか。あの中学生の時にボランチって動かなくていいなと思って楽しいなって思ってで高校の時にたくさんボールが来るんで、あ、まあそうですね、あ、ここやっぱいいなと思ってプロに入ったらめちゃめちゃきつかったです、ね、うん、はい、一番重要なポジションだと僕は思ってるんで、はい、J リーグに入ってまだその間もない頃とかに憧れの選手とかっていました、はい、僕は兄がやっぱ一番憧れだったんで、まあ、兄貴は尊敬してますし今も、はい、ただ同じポジションに僕が入った時は今横浜 FC の監督してる山口元博さんとか、あとブラジル代表だったサンパイオとか、あ、サンパイオ、はい、なんか結構いいメンバーいたんで、そういう選手たちと一緒にプレーするのはすごい楽しかったですね。いいチームでしたもんね。そうですね、もったいなかったですね。もったいなかったですよね。チームのムードってそのじゃあ J2 に落ちる時のチームのムードと、はいはい、じゃあ頑張ってすっごい勝ってる時のチームのムードって相当違うもんなんですよ。やっぱ全然違いますよね、勝ってる時と負けてる時では。なんであんな流れが止めれないんだろうって思いますよ、負けてる時の。決してその大きくプレーが変わったとかもないのにあれだけ勝てないっていうのは、多分相手が今のガンバなら勝てるんじゃないかって言って多分来ると思うんですよ。そのさ、その長い時間練習してその、まあ、子供の頃からサッカーやってきて、そのサッカーの技術を磨く時間ってさ、ものすごく長くかけてきてるわけじゃん、うん、なのに最後のさ勝つか負けるかのところはさ、はい、ああ今ガンバあんま調子良くないから俺ら勝てるかもっていう、はいはい、こんなちょっとのことじゃない、はい、それがすごいなと思う。すごい仕事、職業ですね。メンタルは相当関わってきますよね。対戦国とか聞いてみます？対戦国の持つイメージ。コートジボワールは強いですよ。衝撃受けましたね、ブラジル、コンフェデでブラジルとやった時が衝撃受けましたね。全然楽観視できないですね。もう全然ですよ。なんかみんなコロンビアの方が厄介なんじゃないかとか言われてますけど、うん、どっちも厄介です。うん研究は結構する方ですか？僕は直前しかやらないので、はい、最低限のものだけ入れて、まあ、あとはもう自分たちのサッカーしようっていう感じなんで、うん、とにかくはい、どこまでも応援しに行きますんで。そうですね、はい、よろしくお願いします。必ずいい結果で決勝行きたいですよね。
7月13でしたっけ決勝。リオデジャネイロだったような気がします。マラカナン、マラカナンですね。行きたいですね。行きたいですね、はあ、楽しみしてます。楽しみしてます。頑張ります。ありがとうございました。